はい、皆さんこんにちは。榊淳でございます。5時をちょいと回りました。7月は23日、の火曜日ですね。はい、暑い。千代田区32度やって、もう今日はね、これでですね、アラートも出てますけどもですね、10人以上の方がですね、何らかのですね、暑さが原因でですね、お亡くなりになったんちゃうのかなという気がします。これですね、こう冷房のない時代ってあったでしょ、昔は。昔冷房なんかなくて当たり前でした、僕の子供の頃はね。冷房なしが当たり前で、学校なんかも当然ありませんよ、冷房なんか。あの時代に今の暑さが来ていたら死んでるでしょうね、ほんまにね。もうそんなはっきり言うて、勉強どころではないし、仕事どころではないし、ですね、いやー死ぬでしょう。私が社会人だった時にもう職場に冷房があるってのは当たり前でしたけどですね、最初に借りたワンルームマンションはですね、冷房なしでしたね。で、僕が夏旅行してる間に冷房つけてくれましたけどね。大家さんがね、まあ、あれは神戸で借りたワンルームマンションですけど。さて、ですね、コリアウェーブというところをですね、AFP のサイトですけども、昨日出た記事でして、北朝鮮エリートの脱北ラッシュ、なぜ外交官なのか、海外生活で目覚めたというですね、タイトルがあって、ちょっと読みますと、北朝鮮のエリート階層である外交官の脱北が続いている。海外生活中にインターネットなどで北朝鮮の実像に接した海外派が、新型コロナによる封鎖期間中に外貨稼ぎに集中し、それが終わった後には本国に呼び返されるため大きく動揺しているという。で、先日脱北されたですね、キューバ駐在の大使以下のサンジがですね、あのインタビューでお答えになっている話がちょうど出てくるんですけどもですね、私も北朝鮮にいた時はそれなりに世界をたくさん回ったので何でも知ってる方だと思っていたが、だが韓国に来てみたら本当に田舎者だった。銀行、金融、交通規定は何も知らないし、自動システムも何も知らないと振り返った。まあ、それはそうでしょうね。今、韓国もですね、ほぼキャッシュレスですもんね。2019年、脱北が確認された、リュ・ヒョヌ氏。これはクウェートの代理大使ですね。海外でのインターネット使用による思想的な影響を受けると明らかにしたことがある。このリ・ヒョヌさんはですね、天のように信じていたあの神のようなキムファミリーが私たちをこのように騙し食べたという、その裏切りを覚えて怒りが湧き起こったと打ち上げたと。あの海外にいるとね、何が自由かというとですね、インターネット自由に見られるでしょ。なんでですね、インターネットに出ている北朝鮮ってどういう国なんていうのですね、彼らも見てしまうわけですね。ほんで、あ、俺ら騙されてないんやというふうに知ってしまうわけですね。だからですね、まあそこで、あかんわ、こんな国におったらと思うんでしょうね。多分ね、北朝鮮の外交官100人いて、外国を知った人100人がいたとしたらですね、95人ぐらいはもう逃げたいと思うでしょうね。で、なぜじゃあですね、95人逃げないのかって、家族なんですよね。大体家族をですね、国に置いてるんですよ。で、本人が逃げたらその家族は収容所に行くんですよ。その罪を背負って。なんで逃げられないわけです。で、たまさか家族と一緒にいられる人は、その家族を連れて逃げてるということですね。逃げて、脱北して韓国に入ったり、アメリカに亡命したりとしてるということですね。これも末期症状です、はっきり言って。もう過去ね、ここにも以下その後出てきますけどもですね、脱北が急に増えてきているということです。ムン・ジェインの時はですね、実はほとんどなかったんですよ。なぜかというと、ムン・ジェインが受け入れに対して慎重だったというか、ほぼ拒否ってたんですよ。なんせあいつ北の労働党員ですからね、もうべったり、北べったりでしたね。全然信用されてませんでしたけど、調子のいいことばっかし言うたんでですね、豚があんなやつはあかんって言って信用しなくなったんですね。まあそれはいいんですけどですね、ユンさんになってから増えてるというのはあります。
あるけどもですね、北がですね、ダメになってる、どんどんダメになっちゃうっていうのも現実のようでしてですね、やっぱり中国がね、中国との関係がですね、かなり悪化しているというのは最近伝えられるところでして、ほぼ中国との交易でですね、食ってたような人たちが今も軒並みダメになってるわけですね。だから今、密貿易を盛んにやってるわけですけども、中国は公式にですね、こう、北朝鮮との交易をですね、再開するような感じではないですね。習近平は怒ってるという感じですね。あの豚が勝手にですね、ロシアと仲良くしてるもんでですね、習近平だいぶお怒りでございまして。で、ブーもですね、ごめんちゃいしに行けばいいのはですね、やっぱりごめんちゃいするの嫌なんでしょうね。なんで、今後北朝鮮は経済的にはですね、どんどん困窮していくと思うんですけどもですね、そうなると脱北も増えていくということでしょうね。外交官っていうのはね、アホではできないでしょう。少なくとも認知国の外国語ぐらいはですね、こう理解できないとなかなか務まりますよね。で、認知国の外国語がマイナーであれば、英語を使えなければですね、仕事ができないわけでしょう。なんで、エリート層なわけですね。エリート層だけにですね、物事をよく理解しやすいと。ああ、賢いだけあってですね、理解しやすい。なんでですね、分かってしまうとですね、いかに自分たちが変な国にですね、いるかと。変な国で育ってるかということが分かってしまったらさあ大変ですね。なんでですね、いやー、増えるでしょう、当然だから。で、北もね、その、やっぱし出さざるを得ないわけでしょ。外交があるわけですから。だから今後どん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 ですね、脱北外交官は増えると思うし、多分北はね、どうするかというとみんな家族を留め置くんですよ。単身赴任にしろというふうにするんでしょう。まあその方がお金もかかりませんしね。なんで、でも単身赴任だとですね、本人やる気ないでしょうからね。早く帰りたい帰りたいと、そればっかりになるんちゃいますかね。家族と会いたいですからね。もうだからね、北もね、本当にね、泥船であってですね、今ネズミがどんどん逃げ出してるという状況なんですけど、もうそんなに長くないと思うんですよ。もう中国と一緒であと5年あるかなという気がします。いくらなんでもね、もう持ちませんよ、はっきり言って。はっきり言って。最近ね、食料需要が若干良くなったというふうな記事も読みました。まあ、どこまで本当かはわかりませんけども。食料需要が若干良くなったんですけど、まあ、元々のね、体制がよろしくないっていうのと。あと、また、南の放送も始まりましたでしょ。なんでですね。もう、そんなに長く持たない。まあ、中国がね、崩れていくんでですね、それに合わせて崩れるということもありますし、単独で崩れるということもありましょうしですね。ただしね、こう、北はね、そんな後崩れた後どうすんねんと。いうのが難しいところですね。南と一緒になると、今度南が大変ですからね。はい。まあ、とりあえずですね、このですね、AFP ですね。北朝鮮エリートの脱北ラッシュという記事ですね、のアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。